先生さんなんか若いもんにはまだまだ負けねえぞみたいな言葉がありますけどもそれ言葉だけじゃなくてね若い20代のやつらがネットビジネスで稼いでるんだったら、まあ、40のね俺が若いやつには負けねえぞっつって20代で頑張ってるやつをね尻目にノーノーと40代でネットビジネスで自由を手に入れてもいいんじゃないかなと思うところがあったりまあ20代でねまだまだ体が十分動く人たちにまみれて。 私がですね、40代50代の、あのー、こう体幹ですかね体の機能を見せつけることもできるんじゃないかなと思うんですよなななんんんかカンフー映画の達人人ってみんな老人なんですよね。<laughs> だから60代70代でもなんかあのカンフーの師匠になれるぐらいに若者にねやっぱこう負けないぞって気持ちその気持ちをやっぱこう行動にまで移すことって負けず嫌いの私にはすごく向いてると思うんですよ。 いやだからね若いもんには負けねえぞっていうのはだ気持ちから始まるのは大事なんですけどもそっからどういうふうに行動に落とし込んでいってあ本当にこれ客観的に負けてねえなみたいに思わせるかどうかだと思うんですよ。<laughs> 逆に言うとねあのやっぱその20代30代の子がインフルエンサー目指して YouTuber になりたいとかインスタグラマーになりたいとかいろいろやってると思いますけどもまあでもねそこを飛び越えて俺がいるよみたいな。 まあですよね40代50代でネットが苦手みたいな人が先入観であるとしたらね俺はその先入観に入ってないよねみたいなネットで暮らしてるよねみたいなね、まあ、そんな風にやっていきたいなというところで今に至るかなってことですよねうんだからね50代にこれからねあと2ヶ月で私50入るわけですよ50歳ですよ50代でもあ今からでも始めれるんだ50歳からでもできるんだっていう風なね ところをどんどんこれからも見せていきたいしそういうチームに即果塾はしたいかなと思います。そっ軸、塾50代からのミリオネア <laughs> なんていうね新しいキャッチコピー,ーも作りながら即果ああ塾もリニューアルしてやっていこうかと思いますねあの何ですかね新しいその動画サイトも有料のやつを使いながらね、うん、微妙ですか月に5万円年間5万円でしたっけねまあその辺も使いながらやっていこうかと思います 若いもんにはまだまだ負けないぜみたいな気持ちで50を受け止めていこうかと思いますだからね、50歳になる資格としては行動結果20代、ね経験は100歳ぐらいのこのアンバランスさをちょうど中間で抑えているのが50代の特権じゃないかなというところですね若いもんにはまだまだ負けねえぞみたいな気持ちです